はいどうも、タクタビです。こんにちは。今ですね、ここ関空に来ております。久しぶりの観光、関空ですね。久々の関空に来ております。今日は第一ターミナルじゃなくて第二ターミナルに来てるということは、レガシー会社ではないということで、今日はですね、ピーチの飛行機に乗ってあるところに行きます。さあ皆さん、どこでしょう。着いてからのお楽しみということでね、とりあえず中に入って行ってチェックインをだけしときましょう。やっぱりね、第2ターミナルはあんまり変わってないですね。もうなんかこのカラカーンとしたような、感じの、なんかすごい大きなプレハブ小屋みたいな感じになっておりますね。はい、ここにポツンとピーチのチェックインカウンターありますね。ここになりますね。2元コード。はい、ピーチのね、チケット出しました。はい、これでね、あとは荷物だけ預けていきたいと思います。それでは行ってみよう。制限エリアないですね。結構ね、中はね、プレハブのまたこれでかい、ちょっとね、こんな感じありました。こんな感じ。広々とはしてますね。ゴールデンウィーク前なので結構お客さんはね、おられますね。ここはボーリングブリッジないのでね、はい、お気止めになっております。こんなね、お土産屋さんもありますね。食べるところもあります。今ここ喫煙室なんですけど、関空の喫煙室めちゃくちゃ綺麗で、こんなね、椅子がち、こんなおしゃれな椅子、あっちにもね、おしゃれな椅子があってめっちゃ綺麗。第2ターミナルにはね、ラウンジがないので、91ゲート入ります。91ゲートってどっちって話になりますけど、今関空はめちゃくちゃ天気です。天候不良で引き返すかもしれないという感じで、はい、注意がありましたね。天候は多分ね、いいと思うんですけどね、風があるんでしょうかね。今の空港って結構というか、海沿いにありますんでね。関空と同様、かっこいい。おピーチだぜ。エアバスですね。こんにちは。28A ですね。こんな感じ。後ろの席です。後ろから3番目。LCC だけとあってね、こう、もう、拳入りません。拳が入らないです。指2本も危ない。1本ぐらいですね。で、前にモニターはありません。今日はエアバス320-200になりますね。あ、こういう雑誌があるのが久しぶりですね。こんな感じですかね。ラジオもなければテーブルもないと。あ、テーブルこれですね。LCC はちょっと狭いですね。いつもね、レガシー系のやっぱり飛行機に乗ってるとこの狭さは気になりますね。1時間半だったかな、フライト。まあこのぐらいですのでね、まあ我慢できるっちゃ我慢できる時間ですけど、まあこれが3時間の時間になるとね、ちょっと苦しいかなという感じですね。めちゃくちゃいい天気です。皆様の手荷物収納場所は座席の上の物入れと前の座席の下です。
天候不良ということでね、関空に引き返すという条件がついております。だから多分ねこれは風かと思いますね。今デワクローズチェックですね。はい、隣がね、誰もいません。こういう時はねこういう斜めにねしてね足も組むこともできるし、お客様に座席指定についてご案内します、いう感じで、ね、隣席に足を伸ばして余裕なんですけどね。とねちょっと気になったんですよね、これはねまあやっぱりこうレガシー会社の飛行機ばっかりね乗ってるとやっぱちょっとね気づくことがよくあるんですけど、 LCC の方ってねこうね笑顔がないんですよね。これはまあ当たり外れがあると思うんですけども、話しづらいほど笑顔がない、話しかけないでっていうようなね感じの、そういう風に見えるね思ったりもしてます。入る時にね、車内入る時にねこんにちはって言ったんですけどね、今日はガン無視されました。いらっしゃいませも言われなかったし、肘掛けやテーブル、シートベルトの金具、今ですね、これお子様の手や指を挟まないように、プッシュバックをしてませんね。置き止めからですねそのまま全身でくるっと回って今から、滑走路まで行きます。あ、珍しいな。俺これ2回目ぐらいかな、このプッシュバックせずにね直接前進して回ったっていうね飛行機。はい、これ第2ターミナル離脱。はい、離陸します。13m ですね。スピードが720km。 やっぱり南に行くほど雲がかかってます。はい、それではねねこれ機内自治体サービスご案内ってやつを今頼んだんですけど、なんかお気づきになってませんか。コップですね、これがついてくるはずなんです。しかしコップはついてきません。ということはこの缶のまま飲んでくださいということですよね。せめてプラスチックのねコップぐらいはね、出してくれるとやっぱり女性の方とかね飲みやすいんじゃないかなとか思ったりもします。はい、もうじき着きますね。到着ですよ。はい、着陸です。皆様には3つのグループに分かれてお降りいただきます。はじめに前方1から10列目、次に中央11から20列目。はい、どうでしたでしょうか。安いっていうねことでよくピーチ乗るよとか他の LCC 乗るよっていうね声があったので、じゃあちょっとね乗ってみようかなと思って乗ってみましたけども、結局ね関空から値段が8000円、ぐらいだったかな片道。まあ例えば ANA で、取った場合早割で取ればそれこそ1万円もしないチケットも出てくると思うし、多分ね何千円しか買わないっていう感じだと思うんですよ。まあ急にね今日の明日に行くっていう感じだったらまあちょっと LCC が安いと思うんですけど、やっぱり前もって計画してチケットも取るってなるとやっぱりもう何千円違うんであればね ANA とか JAL とかこういうねとこを取られた方がいいのかなと思いました。ということでどうだったでしょうか。今日も関空から奄美、じゃあこれからねもう奄美を満喫していきたいと思います。視聴ありがとうございました。高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それではね奄美からバイバーイ。